皆さんこんにちは、えりこです。この動画では JLPT N1 レベルの漢字を紹介していきます。今日の漢字はこれです。読み方を確認します。音読みは K、訓読みは鶏です。常用外で鳥とも読みます。意味はもちろん鶏。そして、キジ科の鳥です。キジ科の鳥は、基本的に丸い体をしていて、地上で生活する鳥が多いです。さて、皆さんは焼き鳥が好きですか？日本で焼き鳥といえば、一般的に鶏の肉ですよね。でも、焼き鳥屋さんの看板には、ひらがなで焼き鳥か、漢字で焼き鳥と書かれています。どちらも今日の漢字、鶏を使ってないんです。それに、この2つの違いは何でしょう？実は、1950年頃まで鶏の肉はとても高価なものでした。だから、その代わりに牛や豚、馬などの肉を串に刺して焼いたものもひらがなで焼き鳥と表現していました。また、鳥という漢字は多くの種類の鳥に使えます。例えば、ペンギン、ハト、オウム、カラス、フラミンゴ、クジャクも鳥ですよね。でも、日本の食用の鶏肉といえば、一般的に鶏の肉になります。ですので、焼き鳥という漢字が使われてますけれども、メニューは主に鶏の肉を使ったものです。ただし、スーパーなどで売られている材料や食品の原料として書かれる場合は、鶏肉と今日のこの漢字が使われています。それでは、例文を読みながら使い方を確認していきましょう。動物の世話を通して思いやりや命の大切さを学ぶために鶏を飼っている小学校が多い。2. 養鶏場には主に2つのタイプがあります。1つは放し飼い、あるいはフリーレンジと呼ばれるもの。もう1つはケージ飼い、あるいはバタリーケージと呼ばれています。3. 最近は放し飼いの鶏卵を選ぶ消費者が増えてきた。放し飼いの鶏は屋外と鶏小屋を自由に行き来でき、ストレスが少ない生活を送っています。4. 傾向となるも、救護となるなかれということわざは、大きな組織の一員として使われるよりも、小さな集団のリーダーになる方がいいという例えで使われます。5. 鶏肉を使った料理で人気があるのは唐揚げです。パーティーやピクニックにも適した鶏肉料理です。さて、私と一緒に勉強していらっしゃる方はご存知だと思うんですが、私は鶏が大好きなんです。だからいつか飼ってみたいと思ってるんです。鶏って可愛くてかっこいいと思いませんか？今日の漢字は画数が多いので手で書いて覚えてみてくださいね。それではまたオンラインレッスンでお会いしましょう。